おーい、スタート。監督の太田です。ご無沙汰です。今ずっと十数分撮ってたんですけど、そこで珍しく電話がかかってきて、で話すとで戻ってきたんですけど、何を話してたか今度思い出せなくて、あれどうしようって言って、何の話してんだっけって言ってしたんで、もういいや、一回最初からやり直そうと思ってまた撮ってます。まず最初に、沖縄協奏曲、今も上映中です。今やってるのがこの辺に出てるとは思いますけれども、東京、沖縄でもう一箇所どこだったか、やってくれてるんですけれども、スタートしたのが2月の3日。これはね、脳が死んでいても覚えやすいのは2月3日スタートして、3、4、5、2、3、4、5ですよね。2月の頭からなんで、今5月ですよね。っていうのは4ヶ月も、もちろん同じ場所じゃなくて、東京も最初1ヶ月やってくれたら終了して、今また別のところでまた始まってるんですけれども、沖縄もそうです。沖縄も最初那覇の映画館でやってくれたのが、今は沖縄市、昔でいうコザ市、コザボード、コザホーキナのコザで、上映してくれているように、映画館は変わっていきますし、で、例えば、どこだっけ、静岡県でやって、で、それで終わって、今度別の県でやって、とかっていうふうな形で、ちょっと脳が死んでるんですけどね、30巻超えっていうね、結構すごい、ヒットになってます。でロングランになってます。今時なかなか映画って2週間やって終わりっていうことが多いですし、今回それ2週間ですけどやってくれたのが、松竹系の、ムービックスさんが、確か4巻ぐらい全国で4巻ぐらい、上映してくれて、2週間ずつなんですけれども、やっぱね、やっぱりムービックスとか、もううちの近所にも一個あるんですけれども、で車で行けて、僕は車乗らないし乗れないですけど、車で行って、買い物して映画見て帰ってくるみたいな、そういういい場所にあるんですよね。で、そこでね、他の映画、あとゴジラとか、他なんだ、鬼滅の刃とか、そういうのやってるような、普通の映画やってる中でやってくれて、上映してくれたっていうね、いや、なかなかありがたいっていうか、いや、大丈夫なんですか、こんな僕の映画上映してぐらいな感じで。でもそれで全国、堺、大阪の堺でもやってくれましたし、全国で、4巻、やってくれて、でそれを合わせて全部で30巻。で、今もこの、今5月今何月あ、5月か。もう5月になっているにもかかわらず、今も東京と沖縄で他1か所でやってくれてるって、もう本当大ロングラン。普通それこそ2週間で終わる映画っていうのは、本当ほとんど多くの作品がやっぱその程度で、ヒットしても3週やります、4週やりますっていう、ましてやそれ終わったからムーブオーバーして他でやるなんてことは、なかなかないんですよね。だから本当にありがたいし、多くの方が見てくれて、で面白いです。また今度やばい話しちゃうとで、ね、なんかややこしいことになるかもしれないけど、面白かったのは、やっぱこういう、沖縄、以前沖縄戦、ドキュメンタリー沖縄戦っていう映画を撮ったんですね。それは歴史なんですよ。ただ沖縄戦に関しても、ちょっとまた話長くなるけどな、しちゃおうか、沖縄戦っていうのも教科書で中学高校勉強しますよね。でその時見ていくと、大体もうなんていうかな、現代、明治以降、特に昭和に入った頃には3学期も終わりで、もうじき進級あるいは卒業ですっていうので、でもうだんだん時間がなくなってきて、とりあえず読むだけで終わり、あるいはそこまでもそこ行かない、太平洋戦争行く前に終わりっていうことも多いですよね。あ、ダメだ、また吐き切ってきた。いや、もうこの今回の、心臓機能が低下してるんですけれども、でそもそもの始まりが喘息だってっていうのは、やっぱ気管支が弱いんですよ。で子供の頃も喘息してたので、で、そのどれが関係あるのかどうかはね、こう喋ってるとちょっと空気、酸素が足りなくなってきて、は
い、ちょっとゆっくり喋りますね。もう本当喋るの早くてね、もう全然もうなんていうかな、昔はよくおまけよく喋るんで吉本興業行けって子供の頃言われて、今はなかなか入れないし、大変だ、ね、もう超一流、芸能事務所ですけど、まあそんな話でよくて、何の話だっけ、ほらこうしてね、すぐ忘れちゃうんですよな。まあそうそう、ドキュメンタリー沖縄戦の話ですよね。で、ドキュメンタリー沖縄戦っていうのを作って、で、したんですけど、つまり、学校教育だとね、太平洋戦争行くまでに終わることが多い。あるいはスーッと終わってしまうことが多い。で、昔から沖縄戦ってひどかったよね。もう本当はあるわっていう話は聞いていたけど、どうひどいかわからない。で、NHK のそういうドキュメンタリー番組とかで見てると、米軍が解放式を持ってきて、ガーッとこのホラーな、まあガマなんですけどね、にやって、で、こう、そういう地元の一般市民をなんか虐殺しているような映像があったりして、で、まあ、それの代表的なのが、姫百合の塔ですよね。で、僕もこのドキュメンタリー沖縄戦の後に撮った、沖縄、乙女たちの沖縄戦っていう映画があって、で、それは、まあ、姫百合学徒は有名なんですけど、いろんな学徒があって、瑞泉とか白梅とかいっぱいあって、その中の白梅をのまだ、ご存命だった方が当時はまだいらっしゃったので、その方お二人もお話ができる何人かいらっしゃるんだけど、やっぱりもう体調悪いし、外にも出れない方もいらっしゃるので、その、お話ししていただける二人に聞き、まあ、その後輩たちとか関係者から聞いた、白梅が、乙女たちの沖縄戦っていうドキュメンタリー映画を撮った。で、まあ、最後30分は何て言うんですか、再現ドラマになってるんですけれども、で、それを、あら、また言いながら何言ってることしたか忘れた。まあ、撮ることになるんですけれども、そういうふうな、姫百合はまだ映画になってるから、なんか聞いたことがあるっていうけれども、やっぱり、なかなか映画にもなってないんですよね、沖縄戦。で、太平洋戦争自体がまず、学校で習わない。でも、まだね、トラトラトラとか、ミッドウェイとかっていう、まあ、要はアメリカ映画ですけれども、が、そういう太平洋戦争の話も作って、映画にしているので、そういうふうなね、やっぱ戦争映画好きな人多いから、見に行ってるから、いろんな知識があるっていう、ね、昔、三船敏郎さんなんかが出てた、そういう映画を見てるから知ってるんだけれども、なかなか沖縄戦っていうのは知らないっていう。っていうのも、それ、ミッドウェイや、ミッドウェー海戦や、トラトラトラ のハワイの真珠湾奇襲っていうのは映画になってます。で、繰り返し映画になってますよね。だけど沖縄戦ってなかなか映画にならないんですよ。で、唯一やったのがさっき言った姫百合の塔。でもそれは女子学徒が中心の話で、沖縄戦全貌がわかるわけじゃないんですよ。で、それがわかる映画実は1本だけあって、僕もね、本当にこの勉強を始めるまで知らなかったんですけど、岡本喜八監督、ちょっとコミカルな映画が多いような、近頃なぜかチャールストンとかジャズ大名だったかなとかいう風な撮ってる、 僕の世代はだいたいその辺がオンタイムで見てたので、だけれどもすごい超真面目に撮った沖縄決戦っていう、中田達也さん と、小林慶珠さんと、G-Menのあのボス丹波哲郎さん、あ、だいぶ思い出せるけど、本当に役者の名前もね、脳が死んでるので思い出せないんだけど、が主演の映画で、すごいいい映画なんですよ。でも本当ほとんどの人知らなくて、今なんかな、ネットフリックスじゃないや、アマゾンプライムとかでなんか有料で確か見れたような気がするんですけど、もうぜひおすすめで、これが This is 沖縄戦っていう映画なんですけれども、でもそのぐらいしかなくって、おまけにそれもそんなヒットしてないんですよ。で、何年か、僕沖縄のそれを2本撮って、で、やっぱいずれ、それで勉強してるうちにもう本当ひどいなっていう。でも、沖縄喜八監督みたいな、もう、まあ、超大作、何億もかかるような映画、なんか僕なんか絶対、撮れないし、撮らせてくれないと思うんだけれども、そのガマだけの話、
と僕のその前の作品で、ドキュメンタリーを組み合わせで紹介したチビチビガマとシムグガマの話っていうのがあって、でそれをまあ、モチーフにした映画、これだったら1億かからずに撮れるんじゃないかなと思って、それを背景とした、そのガマを背景とした、沖縄さん背景としたドラマを撮ろうとしてやってたんですけど、それで、まあ、そのある、スポンサーが、いいねっていうか、まあ、そちらから連絡があって、話が来たんで、映画、沖縄舞台に撮ってくださいよっていう。で、それを書いて、シナリオを見せて、あ、いいねって形で進んでたのに、もうスタッフも集めロケハンもしていたのに、そのスポンサーが投げ出してしまって、で以降もう連絡しても返事なしっていう形で、で映画ってね、契約書作ったりしてないんで訴えたりもできないんですよ。でいろいろ他のスポンサーないかっていうことで探したけれども、なかなかね、まあ、数千万円でできるんですけど、それもなかなか難しいってことで未だにストップしてるんですけれども、何を言おうとしたんだっけ。まあ、そんな風に沖縄戦っていうのがなかなか伝えられないっていう風な背景があったんですよね。で、それどころか、まあ、それでもまだ沖縄決戦とか姫入りの塔とかあるし、僕もね、白目学徒の乙女たちの沖縄戦でドキュメンタリー沖縄戦って撮ることはできたし、でそのドキュメンタリー沖縄戦はね、多くのマスコミが、すごかったですよ、もう50社以上の大手マスコミが紹介して、だって大阪では、6時からのテレビニュース、もちろんキー局ですよ、大阪キー局の、そこで特集、30分の特集、これ全部が映画の紹介じゃないんですけれども、そういう、まあ、終戦記念日とかに当てて、でその中でも僕もインタビューしてもらって映画の紹介もしてもらってっていうね、もうほんとね、大手新聞はもうほぼ全部、日経だけは出なかったですけれども、紹介してくれて、でテレビでもでネットでもすっごい皆さん紹介してくれて、やっぱり戦争忘れちゃいけないってことで、ドキュメンタリー沖縄戦っていうのを、まあ、大ヒットしたんですけれども、で今もAmazon プライムかなで有料ですけども、もう1年以上配信続けてるし、DVD もなりました。でところが、これでやっぱりここに現在の話が、ここはその今度沖縄戦の戦後を描いたこの映画に関しては、まあ、前回50社以上のマスコミ来たんですけど、5社でしたね。でそれもテレビ新聞一切だし、ネットの映画サイトなんですよね。っていうね、だからやっぱり、まあ、映画界では実はね、言われていたんですよ。原発と基地問題の映画は作っちゃダメだ。二度と映画撮れなくなるって言って、言いながらその両方の映画撮っちゃったんですけれどもね。原発に関しては朝日の当たる家っていう、これは劇映画で、山本太郎さんにも出ていただいて、山本太郎さん今のところ最後の映画、もうね議員さんになっちゃったけれども、いつか戻ってきてくれるかもしれないと思いながらも、出ていただいて、今のところ最後になってる映画がもう10年前に撮った。でその時までやっぱり原発映画は撮っちゃいけないし撮れないって言われていて、でまあちょっとそれをパロッたような、なんていうかな、太陽を盗んだとことかっていうのは、原発に行ってね、プルトニウム盗んでくる、もうふざけた映画、僕が大好きな映画なんですけど、でしたけれども、そういうふうなちょっと形では描けてるし、東京原発っていうのもありましたが、あれもやっぱパロディっていうかね、コメディですよね。だけど真面目にそういう原発に取り組んだって映画っていうと今もなかったんです。それが事故が起こったことで、で僕と同時にそのシオン監督だったんですよね、が同じ年にそれ同じ時期に撮影して撮ってて、僕が一番にはなれなかったんですけれども、その後ちょこちょこっと何本か出ましたけれども、でもやっぱり事故があったからできたんであって、で今度やっぱりね、そのもう一つのタブーである基地問題っていう、ドキュメンタリー映画で基地問題描いてもありますけれども、ちょっと今までのそういうドキュメンタリー映画では描いていないところに、なんかね、僕は意識してよし切り込むぞ行けっていうんじゃなくて、気づいたら切り込んで踏み込んでしまっていて、でそこがねめっちゃやっぱやばいところだったんですよね。でそもそもがやっぱ基地問題は、やってる方いますよ、何本かの映画あるんですけど、やっぱ全体的に少ないし、で沖縄戦関係っていうのはまあまあ結構あるんですけれども、
っていうのがね、ああなるほどこういうことかっていうので、もう全マスコミ、大手マスコミ全員無視するというね、ああなんかだからまさに虎の尾を踏んじゃったんだろうなっていう、あまだちょっと息が というね、映画作っちゃったっていうね、偉いことしたらなんかお前暗殺されるんじゃないかとかって、ね、友達に言われたけれども、あの変にねなんか消したり行方不明になったりね怪我したりしたら逆に話題になっちゃうから、とりあえずあのややこしい監督はね、まあ失うものないですからあのね家族もいないし、だから家族を人質にとってお前この映画作ったら家族をなんか映画に合うぞとかっていうのも聞かないし、でうんっていうの、まあ大手テレビ局とも仕事してないしね、そんなことし、あその映画作ったら仕事やらねえぞとかいうこともなくて、もともと仕事もらってないっていう、うん、いうので、ある人が言ったのは、朝日ナタリーの時も今回もそうですけど、そういう大手がお前に圧力かけることができないからできたんだよとかっていう変なでいいこと言われたけど、あまあそうかもしれないなっていうね、大手と仕事してたら、いやね監督おたくん困るんじゃなく映画作られたら、ちょっとうちもいろいろあってさとか、次からもう君仕事いいよとか言ったら、すいませんもうやめます、こんな映画撮りませんっていうことになるんだろうけれども、まあ、そういうところで仕事してないですし、で家族人質取られる家族もいないし、っていうので、ね、子供もいないし結婚もしてないしっていうところで責めようがないんじゃないのかっていうね、あの話があって、でも、ね、仕事してもみんなマイナーなところなのでいう話がね、あの朝日になった時言われてたんですけど、まあ今回も同じで今のところ無事に過ごしているし、まあさっき言ったようにね、これで変に行方不明になったり急に怪我してこんなになってね、あの監督のことです、いやちょっと昨日なんか急に殴られましてとかって言ったら、やっぱそういうことで話題になってね、映画がヒットしちゃうとまずいから、あの変なことできないっていうね、でむしろ何もせずに、あバカなやつが、もう完全無視する方が封印できるっていう風なだと思うんです。だから確かね、あの結構やばい、ね、なんだっけ、主戦場っていう、まあある種の人たちをにインタビューをよくできたって日系人の人が撮った映画があって、あれもね本当にやばい映画なんだけど、まあ大ヒットして、であれもね、でもマスコミは一切扱わなかったですよね。っていう、だからマスコミが問題作とかね、あのなんか。なんて戦後の闇に切り込むとかって言うときってもう OK です、問題ありませんっていうことなんだろうなと思ってね、うん、でもその中で、まあ、これ何回も話してますけれども、インタビュー国会質問の、映像、山本太郎さんのね、令和新選組の使わせてもらったっていう、まあ縁と、まあ、太郎さんに昔僕の映画に出てもらったっていうのがあるので、まあ、確認してもらわなきゃいけないんで映画見ていただいたんですよ。そしたらこうツイートで発信してくれて、であと令和新選組の人たちもね、ひらがな5文字でヨダカレン、5文字か、ひらがな5文字でヨダカレンさんも、自分の YouTube 番組で紹介してくれましたし、それから大石明子さんは大阪上映の舞台室の帰りに結構近かったんで、その事務所が。で、ちょっとお許しして、こうちょっと本当わずかだけど寄付させてもらおうと思って行ったらご本人いらっしゃって、で、まあ、初めてお会いしてお話しして、た時にこう、一緒に記念写真一緒に撮ってもらえますかとかって話して、そしたら大石さんがちゃんとね、このチラシの、その時はポスターじゃなくて、チラシだったんですけど、持ってね、一緒に写真撮ってくれて、で、ちょっと今、また時間、忙しくて時間ないか見れませんけれどね、楽しみしてますとかって言ってくれてね、で、だから令和の人たちって結構応援してくれて、それから、愛さん、八幡愛さんも自分の YouTube 番組で紹介してくれたし、で、非常にありがたいっていうか、で、あと、この話も何回もしてますけれども、そろそろ映画も終盤なんでもう一回話しますと、ラサール石井さんで、ラサールさんもね、やっぱり本当さすがラサール高校出身で、ね、自分の同級生はみんな東大とか京大出ていて、官僚だったり大手企業の中も重役だったりして、でだからご本人が何かの番組でおっしゃってたけれども、そういう
名簿が来るんですよ、同窓会名簿来た時に、なんとか君は今何をしてるって見た時にもうすごいなんかあの、経産省官僚とか、なんとか大手なんとか会社条約と書いてるのが一人だけお笑い芸人って自分だけ書いてあって笑ったっていう話をされてましたけど、やっぱりその辺でこう本当なんていうのお笑いだけじゃなくてこう精神体質とかも YouTube じゃないのだっけ、TwitterX とかで鋭い発言をあのいつも、ね、あの発信されていてすごいこうフォロワー数もたくさんのありますよね。でその、ラサールさんが僕の、フォローしてくれてたんですよ、ツイッターの。なんでってお会いしたこととかお仕事したことないんですよ。だけどしてくれていて、で僕もずっとラサールさんのそのコメントはすごくいつも興味深い鋭いのであの、まあ、読ませてもらってたんで相互フォローになったんで、ちょっとお会いしたことないけどあの連絡あの映画見てくんないかなと思って、で社会とか来てくれないかなと思って連絡したらちゃんと映画館へ行って見てくれたんですよ。でそれを日刊現代でコラムこんなあのページのもうねとか5分の1ぐらいのコラムをお持ちで、それで全部で、ね、紹介してくれたんですよね。っていうね、あのでこういうことがやりたいここはこうだとかね、もうそういうやばい話を全部書いてくれて、いやもう本当感謝感謝っていうのがあって、でそんな風にそういう、令和新選組だけではなく、ラサール石井さんとかあと東千鶴さん、東さんは正確にはお会いしてお話したことはないんですけれども、なんかフェイスブック友達かなんかになっていて、で何かのきっかけで一番最初のさっき言ったドキュメンタリー沖縄戦を、見てくださったんですよ確か。でその後の富たちも見てくれて、で今回のもじゃあお願いしたらね見てくれて、で感想を書いてくれたりっていうね、だからそういうなんていうか心ある芸能人っていうか人たちで、そういう社会に関心を持って発信もしている、ただ芸能だけじゃなくってやってる方々っていうのを多くの方がそういうふうにツイートしてくれて、だからテレビ新聞、雑誌一切紹介この映画の紹介はなかったんですよ。そういうのを見て、あ、これ面白そうだな、行ってみようかって言ってお客さん来るけど、もうそれ全部手足がもがれたような状態で、なのに、そのツイッターでこう皆さん、あるいはフェイスブックで発信してくれたことで、多くの人が来て、で、2月から2、3、4、5と4ヶ月のロングぐらいになってるんですよね。っていう風な、本当助けられたなって。で、一般の人たちもね、結構皆さん、もう一時期はこう毎日チェックしてたんですけどね、この沖縄競争局でさ、もうなんか読み切れないぐらい、1時間ぐらい書かないと読み切れないぐらいあーっといっぱい来てて、で本当反響すごいなっていう。ただね、すごい時間の時なのかな、ただね一個気になったのが、この種の映画ってね絶対ネトウヨが寄ってきてなんだかんだ言うんですよ。でまあ、あの来るんですけど、一番最初ね映画公開前2月の前に、その映画あの感想を書くサイトにまだ公開もされていないのに、中国が攻めてきたらどうするんだよ、アメリカがいないとえらいことになるぞとかのガーッとね、なんか5つぐらいそういう批判的な、まだ映画公開してないのにあの書き込んだやつがいて、でよく見るとそれ同一人物なんですよね、全部あのアドレスは違ってるんだけれどもっていうね、よくよく見るとこう言葉遣いとかその間違った字が同じだったりとかしてっていうので、でまあそういうやついるし、まあこんなにいったら来るだろうなと思ったら、その後ピタリと来なかったんですよね。なぜね、東洋がもうこんなの一番格好のターゲットじゃないですか。だから前のドキュメン自分の映画思い出さないってやっぱ本当脳梗塞って恐ろしいな。朝日のあたりへ山本太郎さん出てもらった、原発映画の朝日のあたりへの時でも結構そういうネトウヨが攻撃してきて、原発がないと日本はもうて、発展できないんだよとかっていう、まあ今となってはもうそれ嘘800で事実も混んだってことはもう多くの人知ってますけど、当時はそう言って原発推進派の人たちが、あの原発がないと日本は成長できないとか、なんかいろんな、あれはもう1000年に一度の
津波だったんでダメだったんであって、本来は大丈夫だとか、なんか800のこといっぱい書いて、あの原発を擁護しようとしてた。で、まあ、ネット用の人たちもそんな感じで、とにかく原発の恐怖、危険性を伝える映画をやっぱりすごいもう攻撃したんですよ。だからそういうのたくさん来たのに、今回はほぼ来なかったんですよ。っていうのはなんでだろうな。ネット用の人たちも見て感動したのかな、感動というか納得したのかなと思うけど、多分ですよ。多分そこで、テレビも新聞も大手は全部無視しました。で、ネット用が攻撃することで、まあ反ネット用っていうか結構真っ当な人たちが、お前ら何言ってんだ、そうじゃないぞっていうことで、まあ議論になったり、ネットの炎上したりしがちですよね。で、それはそれで話題になるんですよ。だから朝日のアトリエの時もネット上が攻撃してきたこと で、でまたあの原発反対の人たちはまたすごい賛同し、あの評価してくれた。そのを見ていた時に、そのどっちもよくわからない人たちは揉めてるけど、どっちが本当なのかな、じゃあ見てみようかって言って見に行くっていう。で、映画ってね、面白いところでみんなが褒めるっていうのはね、それほど良くないんですよ。っていうのは、まあ、最近の多くの方も皆さんご存知ですけれども、企業ぐるみでとか、そういうふうな団体を使ってみんなでね、感動しました、面白かったです、泣けましたってことを書かせるような、ヤフーレビューなんていうふうなことをやってるんですよ、宣伝会社が。だから、あまりにもいい宣伝、なんていうか、ね、評価ばっかりっていうときは、これは、あ、体力動員していて、そんな大したことない映画なんだ。だから、こういうふうに宣伝してるんだっていうふうに、もう見抜いてる人が多いんですよね。で、それに対してこうやっぱり良かった悪かったっていう両方が出ると、これはどっちなんだろうと思って、あの見に行くことが多い。これね、実は昔からで、例えば昔々で言うとスタンリー・キューブリック監督の、2001年の宇宙の旅で、今でこそ名作としてもうね定着してますけど、当時意味がわからない、何これ、最後結局どうなったのみたいな映画なんですよ。で、それが、いやいや、これは名作なんだ、素晴らしいっていうのと、意味わかんない、なんじゃこれはっていうね。当時まだスタンリー・カブリック監督って、ね、書かれてた、1968年ぐらいの映画なんでね。そんな、まあ、話題、賛否両論で大ヒットした。で、そのうちで言うと、1979年、日本公開1980年だったと、死んでるのに、なんか、ところどころ覚えてるんです。は、地獄の黙示録、フランシス・コッポラ監督の。あれももう、世紀の大失敗作だっていうのと、いや、歴史の古名作だっていうふうに言われて、大ヒットしたんですよ。だから、あまり攻撃、その作品を批判する人たちがたくさん、いて、褒める人たちもたくさんいると映画がヒットしちゃうんですよね。だから今回そういうことでこの映画がヒットしちゃまずいから、ネトウヨ、協同組合の皆さんに、あの映画は触るんじゃない、批判するな、無視しようっていう指令が出たんじゃないかなと思ってね。あるいはそのね、そういう組織になってないんだとしたら、ここが、あ、これは無視しないとやばいな、なんか変に炎上して、逆にそれを応援することになっちゃうなと思ったのか、ほんとなかったですよ。で、唯一、時間ないからいいか、またその話でまた します。っていうふうなことで、だから本当賛同、称賛の声ばかりになってしまったんで、だからまあ僕のさっきの論理で言うと、なんか大量動員してね、つまんない映画を褒めてんじゃないかと思うけれども、まあそんなとても大量動員する組織力もお金もないし、多くの方が見て、で、皆さんやっぱり感じるところがあったし、ね、テレビ、新聞では絶対に伝えないような情報、それも僕がスクープでね、取材してきましたではなくて、で、沖縄で、にいらっしゃるお住みの、それこそ、専門家であるとか大学の先生であるとか、元国会議員であるとか、そういう、あと当時のね、沖縄知事だった太田正秀さんの当時の発言とかで、太田さんを知る、知事を知る、側近だった人たちの証言とかって全部沖縄、ほぼ沖縄のと、そうすると最低でも県外で、すごくバッシングされた、鳩山由紀夫さん
それから山本太郎さんっていう思いある人たちの、だから鳩山さんのそういうあの時のシーン、なぜ最低でも圏外かっていうのって、やっぱ大手マスコミは報道を結局解説してないですね。実はこういう意味だったとかっていう、それをもう本当悪意のこもった言葉で、ハトボッポとか宇宙人だとかなんとかって言って、あいつの話なら聞かなくていいんだよって空気を作ってましたね。まあ、それをやったのがやっぱ大手マスコミだったと思う。その裏にいたのが結局、まあ、今回の裏にいる人たちと同じ人たちなん でそれをまあ僕この言い方の中で結構暴いちゃったんでね、もう完全無視だし、もう消されてもおかしくないっていうね、感じですけど、変に消そうとしたりね、こう脅しかけたりした、もう映画もやっちゃってますからね、したら余計に話題になるので、とりあえずあいつは単なるバカでおかしなこと言ってる変な監督だっていう風なことにしておけっていう、まあ大体僕の周りの人たちもみんなそう、もともとそう思って、でね、何もしないのが一番盛り上がらないっていうふうな戦略だったと思うんですけど、まあその沖縄競争局が おかげさまで、東京と、沖縄ではまだ上映してます、それもこう延長になってますっていうので、そう、あともう一個宣伝しておくと、そのさっきからお話している、沖縄、ドキュメンタリー沖縄戦はすでに TVD にもなってますし、Amazon プライムでも1年以上、もうそろそろ2年になるんじゃないかな、配信中です。確か400円ぐらいで全編見れます。それと、僕が作ったこの沖縄シリーズの第2弾の乙女たちの沖縄戦、これ白梅学徒との、インタビューと、再現ドラマです。で、再現ドラマ監督は僕じゃない人ですけど、脚本は僕が書いてます。でその、インタビューというか取材部分に関しては僕が演出し、その出演者、その、乙女たちのドラマ部分の出演者である、白梅学徒を演じた女の子が、まあ、なんていうかな、レポーターとしてご本人を訪ねに行くっていうふうな構成になっていて、でこれはねちょっと本当実はもう 2,3 年前に上映したんだけど、あんまりたくさん多くの映画館でまあ、いろんなタイミングで作品は結構評価されたんですけれども、やっぱりその映画館がもう別の映画でこう抑えられていて、あちらこちらでできなかったっていうちょっとね、残念な思い出があるんですけど、それがようやく DVD 化されて、7月だったかな、ね、DVD。で、DVD だけじゃなくてね、配信もされるはずなんですよ。これも確か Amazon プライムだったと思うんですけど、いう形で、だから、この夏には、その辺の沖縄戦関係が見れるし、過去の作品も見ていただけるかと思います。で、こちらの作品はまだ、東京と、沖縄と、あと何箇所かで、上映してくれているので。まあ、でもね、お前よくやったような、こんなやばい作品っていう。でも、やっぱり見た方々って、知らなかったっていうよりも、皆さんやっぱりよく勉強してるんで、なんとなく、なんかおかしいな。なんで米軍がいつまでも沖縄に座ってんだろう。だって中国からなんだかんだかとかっていろいろ話があって、本当に攻めてくるんだろうかとか、攻めてくるにしても、今ミサイル持ってますからね、こう核ミサイルでアメリカ攻撃するミサイルも中国が持ってるんで、沖縄攻めて、ハワイ攻めてってこう必要ないんですよ。だったらなんで沖縄に基地置いてんだよって、一発ドカンと撃たれた、沖縄全滅っていう風な戦略取られたら意味ないですよ。で、アメリカは日本人いくら死のうと平気だけれども、アメリカ人犠牲になるのはやっぱすごく嫌がるから、そしたら撤退しそうなもんなんですよね。でもいる。なぜか。って言った時、誰かが引き止めてってさ、まあまあゆっくりしていってください、アメリカさんってね、今お茶漬け用意しますから、基地も作りますから、みたいな形でっていうふうなことって、こうテレビや新聞、マスコミは絶対言えない。っていうのは、それで儲けてる人たちがいるから。で、その人たちがマスコミのスポンサーだからっていう。あ、また言っちゃった。って言ってたら、もう本当仕事なくなるだろうな、っていうことを描いたのがこの映画ですので、ぜひ、吉祥寺、東京は吉祥寺でやってますし、沖縄は、どこだ、沖縄市、小座、元の小座市で上映してます。で、あと何か所かやってると思うので、なんとか見ていただきたいと思います。もうすぐ上映終わると思いますので。ちょっと今日はもうこの後、また寝込みます。もう本当まだ病院で、この7月、今何月、6月、5月、5月か。5月っていうのは未だにこうね、やっぱ心臓機能が弱ってて、寒いんですよ。
もう22度とかあるんですよ、この辺。だけど今未だにセーター着ていないとね、なんかね、寒気がするっていう。また、もうちょっと元気になったら、お話しします。では。